ということで。俺頭の毛で住みたいのは嫌なんだ、はい、県庁の職員と対応するんだわ、不快だわ、はい、風俗来てんじゃねえんだよ、はい、他の人いないの。私もちょっと県庁の職員なので私の方に対応、職員に見えねえわ全然、頭の毛染めて嫌だわ、不快だわ、はい、気分悪い、はい、だから変わった方がいいんじゃないの。ただ私の方であのちょっとお聞きさせてもらうので。いや俺変わりたいね、県民として。気分悪いね。他に対応できるものが不在ですので、こちらにしてもちょっと一度私の方で確認させていただく形になるんですけれども。じゃあ話を始めますよ。私はこういうものですけどね、はい、免許証はこっちが、はい、はい、いいですか、これあなた見て昨日や今日にこうなったような状態ですか。以前からあるものですか。1ヶ月ぐらいでなったんですかこれ、と思います。いや、もっと前からあるんじゃないかと思うんですけど。なぜこのような状態になってるんでしょう。出入り口を塞ぐっていうことは問題ないんですか、法律的には。そうですね、一応こちらも出入り口にはなってはいるので。昨日や今日把握できなかったっていうことではなく、組織として知っているけどこの状態であったっていうことで県民として理解してよろしいでしょうか。そうですね、こちらの方であのそういった消防の避難経路とかっていうのを確認しているので、ちょっとここまで目が行き届いてなかったっていうのはあるんですけれども。ここのところは職員は通りますよね、誰かしら必ず。そうですね、まあ、喫煙所なり駐車場なりっていうのがあるので、職員の出入りあの往来はあるかと思います。でも自分の職務に関係ないから、はい、しかるべき箇所に伝えないってことですかね、県庁の職員は。いえ、そういうわけではないですね。ちょっともう一箇所見てもらえますか。ちょっとここ映しますね。でここもこのような状態になっていて、これ破損してるっていうことなんですかね。このここ普通に見てあの石の上っていうの、石像のあれ再利用できるんですか、毎回使ってるんですかね。これは使ってはないです、ないかと思いますね。これこの状態で普通使えますか、再利用してますか。使えないですね。使えない状態ですよね、はいはい、でこの落ち葉って昨日や今日には堆積したとは考えられませんよね。そうですね。でもう一箇所だけ見てもらえます。で、あそこの駐輪場なんですが、私前に何年も前からずっと言い続けてるんですよ。ゴミをやめてくれやめてくれってちゃんと係の人やってるんですかって言うと、で結局最終的に来た回答としては毎日見張りをしているっていうことだったんです、はい、で清掃も毎日やってるって言うんですよ。そうですね、ですけれどもあなた帰りに見てってもらいます、はい、周り側にどういうようなゴミがあるのか、それと傘がこういうところに引っ掛けてあるのが昨日や今日に傘が引っ掛けられたものかどうなのか、もう一度再確認して、はい、掃除の人が誰が責任なのか、それとも総務課の人が責任なのかっていうことをちょっと把握してほしいんですね、はい、ここねちょっと綺麗になったんですよ。綺麗になったけどなんかこれをここに端っこに寄せただけみたいな感じで、これがなんか行き先不明でこのまま再利用、こういうのがね再利用されるために積んであるっていうふうに考えられます。普通これとかですか。ここもこうなっちゃってるじゃないですか、これも、はい、一般的に考えて、はい、これゴミ回収訓練を待ってるのかどうかっていうのはね、もう定かではないんですわ、はい、県民から見ていやたくさん溜まってから回収にすっくるのかなっていう回答も来るのかなと思うんですよ、はい、でも僕が見ているのには数年間この状態なんですよね、これもこれも、はいはいはい、だからこれはあくまでもちょっと首をかしげざるを得ないんですよね。そうですね、うん、だからちょっとこれに対して調査をして、はい、しっかりとした文章でね私の方に、メールでいいですから、はい、返事をいただけます。ですね、今先ほど喫煙所の方と、そこの隣の出入り口のところと、今ここのところ、
というふうにお話しいただいてて、うん、で喫煙所の方と駐輪場の方は、うん、うちの秩父局の方でちょっと所管していて、はい、この辺りは、うん、とあの先ほどのあそこの同じようなものがあるところ、うんはいはい、っていうのは、うん、あの基本ここが県警が車を止めたりってこういうことをしてるので、うん、そこ の, あの庁舎管理者の方からでまた処分なりなんあの対応方針なりっていうのを判断すると思うので。わかりました。管轄が違うんですね。だから、ね、あなたの課ではここは責任はもう負ってないってことね。基本的にはね。はい、わかりました。情報提供とか、うん、提供していただけますか。はい、わかりました。はい、じゃあ以上で。